皆さんこんにちは。今回もスプラックスプレイングサッカーのシャッフルモードですね。世界中の選手からランダムに選抜して世界にたった一つだけのチームを作る、やるたびに完全に新しいチームが出来上がる、そういうモードになっております。エドアルドみたいな人ですね。チリのストライカー、スピードフットワーク非常に優れていますね。動き出しも91と、はい、いうことで、ストライカーとしての能力がね、秀でている感じですかね。まああと、シュート、まあ、タッチ、ドリブル、キープもね、82、81、83とね、優れていますね。はい。ベルギーのカラスコですね。ベルギーの左の、ウィングサイドミッドフィルダーを担当していますね。スピード、フットワーク、キックと。所属は、昔は PSG ですか？今はわかんないですけどね。はい。タッチ、ドリブル、キープと。はい。全体的に高い能力誇ってますね。ストライカーとしてもね、十分に機能良しそうな、高い攻撃力ですね。リカルドなんとかですね。クロスの能力が優れている、珍しいタイプの、ウィンガーですね。はい、ドリブルもありますね。韓国、クジャチョル、ウォルシャー、イングランド、なんとかウルグアイの選手、サイドバックですね。はい、コートジボワールの選手、フランスのサイドバックの選手、スピード、80と。キミヒヒがいますね。さあ、キミヒヒ、キミヒ真ん中でしょうね。はい。ドイツのね、中盤、ディフェンスをね、主に支える、攻撃も担当、うまく支えてますね。まだ若いですかね。コスタリカの選手。はい。プレッシング能力高いですね。キーパー、スペインのダビド・デヘアが入ってますね。で、控えが中島翔也、酒井豪徳、久保建英、須谷と。なるほどね。そういうことか。さあ、どうしますかね、これ。中島、久保建英のコンビネーションということでしょうね。ぜひともね、攻撃的に使っていきたいんですけど、どこで、どうするか。コンビネーションですね。久保を入れて、中島翔也をどこに入れるかなんだから。クジャチョル。タッチ持ってますね、クジャチョル。ここを変えるか。で、豪徳も入れなきゃいけないのか。いや、豪徳。まあ、この人でしょうね、変えるとしたら。はい。で、どうしようか。この次ですね。プレッシングライン上げて、はい、まあ、ここに、あれして、これか。まあ、これもね、十分考えられますけどね。リカルド。カラスコをインサイドハーフに持ってくる手もなくもない。久保低い位置で、ちょっと久保低い位置で試してみるか。これ、ちょっとね、アンバランスですけど、右ダブルになっちゃってるんで、ここね、うまく使って。で、交代要員ね、いるんで、はい、ちょっと一回これで見ていきたいと思います。右のダブルですね。相手はスイス。久保がね、この位置でもらったときに、モドリッチ的な、いや、ダメだ、ボール奪われてる。やっぱりね、久保、前線の選手ですよね、明らかに。中盤で使うとどうしてもね、まあ、いいところもありますけど、ちょっともったいないかなっていう、はい。ここでね、ボール持った時にやっぱりドリブルで仕掛けられるっていうのが、ここ空いてますね。はい。うまいシュートでしたけどね、枠外に惜しくも外れました。久保建英が釈迦に行きます。まあ、スイスね、まだ、ワールドカップ、まあ、弱くはないですよね、もう。はい。非常にね、ポイントでやっぱりいい選手がいっぱいいるんで。中島のディフェンス。はい、久保が奪います。久保がね、やっぱりボールを動かしてから、選手を使うと。はい。うん、ちょっとね、パスが厳しかったですかね、今の。はい。久保を使いますね。狭いところですけど、はい、うまいですね、コンビネーションが。折り返しは、キーパーの、キャッチに合うと。はい。酒井豪徳、リカルドアマン。はい。サイドダブル使いますね。ファークロスに中島翔也がピンポイントで合わせて1点と。はい。今ね、中島がはっきりと、中央のラインに入ってね、フリーでしたね。はい。チリの選手が当たりに来ます。奪いましたね。いや、うまい。久保が、ここでね、局面を動かすと。はい。ダブル使えそうですね、これ。クロスに、カラスコがヘディングで合わせると、ほぼ1点の形ですね。クロスの精度がいいんでね。いやー、パスになっちゃってんだ。おぉ、すごい。はい、ちょっとね、中途半端なボールのようでしたけど、見事に蹴り込んで1点ですね。はい、カラスコが奪います。で、久保を使います。いや、危ない。えい、中島と。中島ね、甘いですね。いや、頼む。はい、強烈なシュート。
やっぱりね、久保と中島ドリブラーが2人ともいるんでね、なかなか相手としてはね、ディフェンスしづらいですね。カバーリングしっかりやってもうまく破られてしまう可能性があるんでね。はい、久保、いや頼む、あ、もう1回ダブル使いますが、ちょっとスイスにうまく守られてますね、こっちが。はい、3-0 ですね。ちょっと右サイドの攻撃ね、スイスに守られてる印象があるんで、この人変えちゃいたいと思います。ウィングバック1人に、あるいは久保入れてみるか。ん？キミヒ、これで使うか。はい、ちょっとね、右のトライアングルね、酒井と、あ、中島とね、久保で、うまく見ていきたいと思います。さあ、うまくいくかどうか。カラスコがプレッシング、リヒトシュタイナーですね。はい、シャチリから奪って、これカラスコですね。はい、うまいですね。ボールタッチもね、適切でしたね今。はい、カラスコはリヒトシュタイナーに当たりに行きます。で、ここで奪って、久保から中島と、これね、はい、カラスコ、いやー、うまい抜け方だけど、ゴトク頼む。はい、久保の強硬なディフェンス、酒井ゴトクがさらに当たりに行きます。うん、キミヒが行きます。はい、そうですね、キミヒがいるから大丈夫そうですね。うわー、ダメか、シャカ。はい、久保からカラスコと、カラスコの前方にね、これスペース、これは逃しませんね、きっと。はい、見事に1点と、ちょっとね、カウンターの形ですね。カラスコがリヒトシュタイナーに当たりに行きます。はい、奪って、釈迦に奪われる、キミヒが行きます。ちょっとプレッシングライン若干高いかな今。はい、今のところね、ディフェンシブラインで、そうか。はい、カラスコにファーサイド、いやー、触れば1点。ファーで構えてるんで、あ、ファーで構えてるじゃない。ディフェンシブミッドフィルダーのラインでね、ボール取ってますね。で、そうなると、キミヒがちょっと空振りしてる印象になっちゃうんで、はい、中島を使いますけど、これは届かないですね。ベイラミ奪って、キミヒの、キミヒが奪い返して、シュート。はい、強烈なミドルシュートは、ブロックに合うと。はい、オルシャー、クジャチュール使いますが、カットされますね。はい、サイル使いますが、リヒトシュタイナーにカットされます。この辺ね、スイスの強さですよね。はい、カラスコから、あ、うまいですね、今の。いやー、操作ミスです。ひどい、しかも終わっちゃう。ちょっとフォーメーションいじりたかったけど。中島のシュート、枠外と。ここがやっぱり空いてるんで、ここでボール取れてないですね。だから、キミヒ下げて、もうここをね、最終プレッシングラインにしちゃった方が、機能性はね、よりますと思いますね。まあ、遅ればせながらっていうやつですか。はい。ちょっとここも変えた方が良かったですね。さらに、もう一人センターミッドフィルダーも変えても、いいかもしれないぐらいの。まあ、ここはいいか。はい。これの方が良かったですね。ちょっとプレッシングライン高すぎましたね、今回は。はい、というわけで 5-0 ですね。まあ、攻撃としてはね、後半の方がより機能性が増したかなと思います。前半ね、ちょっとダブルをうまく抑えられていた印象で、やっぱりね、中島翔がウイングでね、使った方がより相手をうまく崩せていたかなと思いますね。前半のね、ポルトガルのクロサーを入れましたけど、ちょっと、クロスに至るまでの崩しの部分ですね、ここでちょっとスイスに抑えられ気味だったかなと。中島ね、やっぱりオフザボールの動きも持ってますし、足元でボールを受けた時のね、ドリブルの脅威がやっぱり相手にとってはかなり負担が大きいんでね、そこで崩しが成功しましたね。はい、スイスとしては中島翔也がウイングに張っていた方がね、だいぶ守りづらい形だったと思いますね。はい、あと久保建英の足元のうまさですね。センターミッドフィルダーとして使っても、ボールを受けた時にね、ドリブルでハイプレスをかわしてパスを出すんで、レアル・マドリードでね、プレシーズンマッチで、アンカー級ありましたけど、ディフェンシブミッドフィルダー級ありましたけどね、やっぱり、まあ、モドリッチ的なね、働きもできなくはないかなっていう印象ですね。ただ一方で、やっぱり、まあ、そこまでタフなディフェンスをね、する感じの選手というよりは、やっぱり攻撃がね、焦点当ててほしい選手なんでね、ちょっと後ろで使うのはもったいないかなっていうね、はい。やっぱり攻撃的にね、出てほしい。できれば、ストライカーぐらいでね、まあ、メッシぐらいのポジションで使っちゃった方がね、
久保の良さは最大化されるんじゃないかと思いますけどね。はい。まあ、あと久保と中島のコンビネーションね、やっぱりこの2人がね、イメージ共有した時の、あれが大きいですね。ただ一方でね、まあやっぱり、まあ久保よりも中島の方がいるボールを持つタイプですね。で、中島ボール持ちすぎる傾向もなくはないので、そうなると、まあ、コンビネーションとしてはね、ちょっとあれかもしれないですね。久保は球場なら比較的ね、ドリブルができる割には非常にいいタイプですけどね。はい。まあその辺のイメージのね、すり合わせが、サッカー日本代表の中でどのようにね、蓄積されていくかっていうことですね。はい。まああとカラスコね、良かったですね。もうスイスではなかなか止められないですね。スイス、左ね、リヒトシュタイナーと、ベーラン上げてね、非常にディフェンス硬いはずなんですけど、それでもカラスコにね、だいぶやられてましたね。カラスコ、ドイツ代表、あ、ベルギー代表入ってますよね。はい。非常に上手い選手だと思いますね。ちょっと、スイスとしては止めきれなかったかなと。はい。というわけで、今回はサッカースイス代表相手に5対0でした。また次回シャッフルモードやっていきたいと思います。今回はこれで失礼します。